はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。毒邪神ベロビナーガです。さあ本日なんですが、こちらの最強モンスター皆さんご存知でしょうか。これ爆誕させるデッキを作ってきました。ベロビナーガさんね、何の効果も受けないっていう超最強モンスターで、完全耐性と言われている耐性があります。はい、他のカードの効果を受けない、効果なしにならないというこれ最強カードね。テキスト長で、邪神降臨の効果およびこのカードの効果でのみ特殊ができるっていう召喚条件がめっちゃむずいんですよ。で、このベロミナーガさんを出すためにはどういう準備が必要だったかっていうと、そのベロミノンっていうモンスターを用意して、まず盤面にね、レベル8のこのモンスター、これを用意して、さらにこいつが戦闘以外で破壊されたり、した時に邪神降臨っていうカード、これを発動して、で、ベロミナーガを出すっていう、こういう響きがしちゃったんですね。だからね、決まんなかったし、今まではなかなか。その、ベロミノンを破壊するギミックと、あと、邪神降臨をセットするギミック、で、さらに墓地にいっぱい、爬虫類を叩き落とすギミックっていう、これを全部クリアしないと出なかったので、まあ、かなり難しかったんですけども、しかも、アルティメットのビシバルギンが禁止になってね、最近ね。これで、爬虫類デッキかなり弱体化してるんですけど、今回は、トラップトラックと、いうカードが降臨しまして、これ1個前のパックで、これで簡単にベロミナーガが出るようになりました。これどういうカードかっていうと、自分のフィールドのカードを破壊して、デッキから通常トラップセットするよっていうカードなんですけど、これでベロミノンを破壊しながらデッキから邪神降臨がセットできるんですよ。で、しかも邪神降臨の、そのベロミノンが破壊された場合の効果っていうのはタイミング逃さず発動できるんで、一円の勝利なんで、これだからね、これがめちゃくちゃ優秀だから、今日はこのギミックを使ってベロミナーガ様を降臨させていきましょう。要求ハンドなんですけども、スネークレインプラス、手札コスト。ちょっとね、手札コストめっちゃ使うんですよね、このデッキ。まあ、引きゃいいんですけど、スネークレイン。手札コストね、3枚くらい使います、確か。展開中に。で、さらに、ヌルプラス特殊召喚できる、なんか、爬虫類族モンスター。みたいなハンドで手札コストが、3枚くらい。というハンドでも一応いけます。なので、まあ、結構ロマンコンボにはなってるんですけど、結構簡単にね、相手のドローフェーズで、ベロミナーガ様が爆弾するのは、なかなか、ない、まあ、光景、確定でね、できるのなかなかない、ムーブだと思うので、早速ね、この、史上最強モンスター、使っていきましょう。まあ、出れば勝てるからね、大体、多分。多分だけど、出せば勝てるから、やっていきましょう、デュエル。スタンバイ。ちょっと最近さ、診断のペース、やべえ、スネークレイン来た。診断のペース早すぎて、デッキさばききれないんだよね。ナブラは捨ててもいいや。で、これでデッキから爬虫類族モンスター4体を墓地に送る。この爬虫類族モンスターのみに許された最強の、ギミックである。これ他のテーマがやったら多分世界が終わるんで、爬虫類族だから許されてるみたいなとこありますね。だってさ、これ水族モンスターを4体墓地に送るとか言ったら世界終わるじゃん。で、爬虫類族のみ許された、ギミックなんじゃないかという説はありますね。で、ゾウ吐こうか。ちょっとですね、カース引いちゃってるんで、カース捨てて。あ、ちなみに、一応、スネークレインプラスコストで、一応動き確定するんですけど、その後、手札ありえない量捨てるんで、なんだかんだね、手札コスト全部で、3枚ぐらい使うのかな ?3 枚ぐらい使うんで、正直、現実的ではないですね。はい。ただ、スネークレインプラス手札コスト3枚から一応いきます。はい。やっていきましょう。とりあえずですね、ゾウハを、コストにしながら、これは、まあ、結構何でもいいな、割と。もうなんか全部落ちちゃうんで何でもいいです。で、オグドアビス持ってきて、で、エンプレス、アラシアちゃん出して、で、ゾウハ装備する。とにかくですね、爬虫類族モンスターが墓地にいっぱいいないと、打点が上がんないんですよ、後々出てくる神の。神の点を上げるためにね、下準備が、ね、必要なんで、ね、はい。で、ゾウハちゃんの効果発動して、墓地送られたので、手札1枚墓地送ると、あ、ちなみに、これ、相手もドローします。はい。で、オグドアビス捨てて、で、相手も、墓地に、あ、転移ね、OK。で、ナイヤ効果。で、ナイヤぶん投げて、多分これ、双剣かなんかですかね。で、ヌルを送る。で、自分の墓地からカース特殊召喚していく。で、特殊から、カース効果。自分の墓地、あ、じゃ相手も特殊までいきます。はい。ビシタ君、どうぞ。ビシタ君、どうぞ。相手の初動も確保してあげる。優しい。で、カース効果。
自分の墓地からレベル4以下の冥界を特殊化できるんで、これでナイヤを特殊召喚していく。でナイヤが特殊召喚された場合にその冥界、あの冥界、そういえばさ、なんか新規カード OCG に来てさ、黎明開闢みたいな、なんかねめっちゃ強くなるんだよねこれからまたっていう話をしておいて、で冥界の邪水蓮を、発動して、で8流族モンスターを墓地に送って、これじゃなくていいな、何をくれんのこれ、これいっか、ニャミリィアで自分の墓地から、爬虫類何でも特殊召喚できると、いっぱいいるからね、現れよ特殊王ベロヨン、もう打点4000よ、もう打点4000で、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ解散聞いたアラメルシアン、効果発動、オーバーレイの1等2つ使い、デッキより残機カード1枚手札に加えることができる、もちろん手札に加えるのは残機サーキュラー、そして残機サーキュラーの、効果発動、残機サーキュラーの効果により残機ダイヤを墓地に送り、あ一応ね超会場を一応打てるようになってます今回、あの小尺にも小尺にも一応ね残機超会場を打てるという話なんです、はい、でゲートナブラ特集からの、サーキュラー効果、まあ一応ね入れたい方は入れてください、こんな入れないでベロミノンとあの着地させる構築にしてるんで僕入ってないんですけど、一応展開に余裕あるときあるからまあ入れといた方がいいかな多分、でレベル4のモンスターじゃあ大笑い、エクシーズ召喚、レッドラプターズ、フォースストリックス、フォースストリックスの効果、オーバーレイユニットを1つ使い、デッキより超獣族モンスター1体を手札に加えることができる、そして震源レイニアスの効果、エクシーズモンスターがいると自身を特殊召喚できる、そして超獣族闇属性超獣族モンスター2体アラールレッドラプターズ、ワイズストリックス、そしてワイズストリックスの効果、自分のデッキから闇属性超獣族モンスター1体を特殊召喚することができる、アラールブラックフェザー、精鋭のゼビロス、そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレント構築、エクシーズ召喚、オラオヨラックヨン、レイドラプターズ、フォースストリックス、効果発動、さあこれによってゴリゴリになんか優先権ちょっと渡るのうぜえな、なんだあれ相手なんか持ってんな、で精鋭のゼビロスを墓地送り、レイダーズウィングを手札に加えていくぜ、そしてオーバーレントを1つ取り除くため、ワイズストリックスの効果、ラックアップマジック、ソウルシェイブフォースをセット、さらに自分の墓地に存在する聖のゼブロスの効果、カーストを戻し自身を特殊召喚、そしてレイダーズウィンクの効果、いやこっち先か、ランクアップマジック、ソウルシェイフォースの効果、フォースストリクスを蘇らせランクを2つアップさせる、ランクアップエクシェンジチェンジ、アラーレオ永遠の縮小、ベアトリーチェ、ベアトリーチェのモンスター効果、このカードのオーバーリミットを1つ使い、デッキからカードを1枚墓地に送ることができる、これによってもちろん墓地に送るのはトラップトラック、そしてレイダーズウィングの効果、オーバーレイユイットを1つ使い自身を特殊召喚できる、そしてアローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター3体以上、現れよスキアクロードライヒハート、ベノミノさんあの趣味になります、で、効果モンスター2体アロヘッド確認、あらあれよコードブレイカーウイルスソードマン、特殊召喚成功時効果、ゼロデイを特殊召喚するぜ、あちなみにこれ一応スケヤクロー のトライヒアド君のところなんかあの、アポロウーサーとかにもできます一応ね、そしてコードブレイカーウイルスバサカーを特殊召喚し、そしてバサカーの効果発動、ブレイカーとゼロデイを特殊召喚し、アロヘッド確認、召喚条件はこうカード名が異なるモンスター2体以上、トロイメアグリフォン、トロイメアグリフォンのモンスター効果、手札を1枚墓地に送り自分の墓地に備えてトラップトラックをセットし総合人気のためワンドロー、準備は整った、これでカードを1枚セット、ターンを終了するぜ、そして恐るべきモンスターが相手のターンに爆弾するって魂胆なわけよ、ドローフェイズトラップトラックの効果、トラップトラックの効果によりベロミノンを破壊し、デッキから邪神降臨をセット、てめえベロミノン破壊したな、邪神降臨発動、ベロミノンの効果で破壊された場合デッキから特邪神ベロミノン様降臨、打点独占効果を受けない、最強、これがやりたくてこれで効くんだぜ。
トラック1枚によってベロミナーガ様が降臨するようになった。最強、あまりにもベロミナーガ新規霊創権限いいだろう。はちなみにあのスキャクロトライヒカド君の効果によって相手のモンスターは全て守備表示になります。そしてあのベロミナーガ様は効果を受けないため6000で相手は抜けなければならない。戦闘破壊ですね。基本的には戦闘で破壊する必要があります。こしゃくな真似を何8プラス4やべ、ファイナルシーム来た。あいつ効果受けねえ、あいつ効果受けねえ、うざい。待ってくれ、ちょっとグリフォン投げるのやめて。ちなみにグリフォンさんはね、あの相互リンク、相互リンクじゃない、リンク状態じゃないとモンスターの効果発動できないよみたいな効果あるんですけど、あーあーあああやべえ。ちょっと待って、あいつみたいな、ファイナルシグマとかいう激強モンスターみたいな、強力な動画の移動、激キモモンスターうざいなあ。あいつ効果受けなくてさ、なんかシルフサラインだよね、毒邪神の前でも。うざすぎんかセット。はあ、はあははあ、いいだろう。まあ、言うてば殴れるからいいけどね。ファイナルシグマが3000しかないから、打点が。こっち6000あるから。さらに打点を上げることもできるってことか。まあでも4枚送ってもな、別にただ打点が上がるだけなんですよね。一旦バトルしますか。普通にバトルしましょう。行け毒邪神ベノミナーガ様で貴様のファイナルシグマを攻撃。そしてハイパーベノムカウンターが置かれるって。ハイパーベノムカウンターを3個置かれたとき俺はデュエルに勝利する。まあ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 強いんじゃね。やはりこのなんかベノミナーガ、まあスキヤクのトライヒャート君がなんかじゃ あんまり仕事しないけど今、まあ悪くはないでしょう。メインフェル2、このデッキさ枠足りなさすぎてアクセスコード入れてる余裕なかったんだよね。ちょっともう普通にこれで、ああこれあれか、オグドアビスとかワンチャン出せんのか。オグドアビス出しよっか。オグドアビス強そうじゃねえか。ちょっとなんか一旦コネクリ回してみるか。ちょっとわかんない、こっから何したいんだろう。これチューナーオールからこれあれだな、あのメルジーヌ様で出るのこれ。メルジーヌパイセン出る可能性ある。これメルジーヌパイセン出すわ。メルジーヌパイセン出してこれで相手出してきたモンスター全部攻撃力ゼロになるから、いやこれでこのゼロのモンスターぶん殴れば勝てる多分。でエキドゥーナ様も出すわ。適当にエキドゥーナ様出す。はい、でエキドゥーナ様の効果発動して、まああやめの創建者の攻撃力もゼロにして、でエキドゥーナ様の効果発動する攻撃力ゼロのモンスターの数までデッキから8ユーザーモンスターが持ってこれる。何持ってきたいんだこれ、わからん。やべえ時間ね、ちょっとエンドで。まあ今日とかこんぐらいで勘弁しておきゃっか。打点下がっちゃったらなんかベノミナーガ様のベノミナーガパイセンの打点下がっちゃった問題。これ一応あれだよね、あのトライキーガートいるから、多分なんかモンスター出してきても大丈夫だと思うんだけど、まあ、一応メルジーヌの方が発動しよっか。メルジーヌの方が発動してタイヤの攻撃をゼロにして OK。 これね、あのメルジーヌ様は単位制限なくて、出てきたモンスター効果発動するとなんか一生攻撃力をゼロにしていくっていうね、なかなかのキモい効果持ってるんですよね。でこれ戦闘効果で剥がせませんということで参戦の5。いや無理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 、普通に無理。参戦の5は普通に無理。参戦の際とか言われてなんかパクられてなんかエキドゥーナぶん殴られるとかどうしてんだから。まあ効果は受けないけど、あのベロミナーガ様はトライヒャート君めっちゃ効果受けるから体勢一切ないから。ああれ、あ死んだこれ。エキティブな殴られて死なないこれ俺大丈夫。なんか俺ナイフ、あーやばい、ちょ待って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 落ち着いて、あーずるじゃんそんなの、ずるじゃん。いやエキティブな出さなきゃよかった。
販路的にはなんかいけそうだな。特殊召喚が、あ、めっちゃ引いてんな。特殊召喚が一応ヌルちゃんできまして、でですね、墓地の来るカードはまあ何でもいいけど、まあ一応コア取るか。ランク4さえできればね、なんとかなんだよね。でヌル出すっしょ。余分にねレベル4が供給できる場合はいけるんですよ。でこれゾウが引いてるから多分ね大丈夫だと思うんだよな。でキングレムリン効果、ソウルシェイブフォースがあ、しかもベロミノも引いてるもんね。これ多分いけんじゃないかこれで。まあそうっすね、これでエンプレスアラシア持ってきて、スネークレインなしでもだから特殊召喚できるなんかレベル4をパチュー類のなんかギミックと、あとなんだっけヌルで多分ね いけるはずで、ゾウハコか、ゾウハでワンドローさせて、このワンドローさせるのマジ弱いよな、これワンドローさせるのマジ余計だわ。でブルメロン送るで、相手も手札送るガメシエル、おーやばいやばいカード、やばいカード入ってんじゃねえか。やべえ、ちょっと待って、怪獣見せつけられんの。ガメシエル捨てるってどういうハンド、これ絶対ガメシエルもう一枚ない。これやばい、なんか今なんかやばい未来見えた可能性ある。でカース特殊召喚して、はい、大丈夫かな。ベロミロンが送られてるから一応ジャスイレンでヤタノカミ、ヤタノカミ、ヤトノカミだっけ、ヤトノカミ送れるから、もう多分ねこれ一応整理出すんだよね。はい、ナイヤで特殊召喚して、でナイヤ特殊の成功値効果、オメガのジャスイレンっていうのに加える。でこれ でジャスイレンの効果発動、いつもだったらここでベノミノを送ってベノミノを蘇生するんですけど、ベノミノも遅れてるんで多分この動きできて、だからここでだからコアトルとか言えばコアトル特殊にすればいいし、はい、でアトロカミは出てくるんでこうなって、でランク4ダーラン、この盤面がレベル8レベル8レベル8はまあ2体なきゃいけないけど、レベル4が2体プラスなんか適当なモンスタープラスベノミノみたいになればデッキが回るんで、多分それになればいけますね。なんかこれサーキュラームーブしてんのはモンスターの頭数増やしながらトラップトラックを引っ張ってきたいだけなんで、こう別にサーキュラーじゃなくてもなんかもうちょっといいギミックなんかあんじゃねえかなと思ってんだけど、なんか思いついたっていうか、まあ楽だったのがトラップトラックをトロイメアグリフォンで墓地送ったやつ回収する動きだったんで、それ使ってるんですけど、これもうちょっとなんかトラップをね簡単にセットできるギミックがあれば、こんなコインクリ回す必要ないし、メインデッキにこんないっぱいゴミ入れなくていいから、それがそれでいいと思います。はい、でレベル4モンスターを、3体にしないといけないんで、こうして、で、あ、超会場ね、一応入れといた方がいい気がしますね。その方程式すべきしてる時とかは割と妨害にあるから、一応超会場が、はい、上振れたとして入れといてもいいかもしれない。シンギング、まあ、大体方程式持ってこないといけないんだよね。で、シンギングからワイズで、トロイメアグリフォン効果発動を手札一枚捨てます、トラップカードセットします、 OK でカードドローしますと、まあ、これで相手ドローフェイズベロミナーが爆誕させるんだけど、いやこれガミシエル捨ててんのマジやべえよな。ちょっとトラップトラックですか、トラップトラック発動、ベロミノンでジャシンゴーリンセット、ちょっとリリースできない体勢もつけてくんねえから、でジャシンゴーリンの効果、ベノミノンが破壊されたのでデッキから毒邪神ベノミナーガ様降臨、リリースできないっていう体勢つけてもらってよろしいですか。打点5000になっちゃった、ちょっとアクセスコードに抜かれる打点なのが若干気になるところではある。これ5000打点っていうのはちょっとねスネークレインから入ってないとね、あ、ええそっち、えベノミナーガ様じゃなくていいの、なんかトロイミアグリフォンをショットきましたけども、
白獣のパラディオン、やばいかもしれない。マギアスパラディオン、あ、あ、これね、怪獣パラディオンだね。怪獣パラディオンはね、なんなら5000打点足りないね、多分これ。5000打点で足り抜きしない。やばいやばい。ちょっと待って。これどうなのこれ。これね、これさすがにやばい。あー、天気来た。やばい。それはさすがに。アークロードだけやめましょう。やめましょう。話し合いましょう。話し合えばわかります。話し合いましょう。9100、やば。ちょっと待って、簡単に俺の打点を超えてくるんじゃない。やめろ、バカだれ。ベノミナーカ様全然勝ってないんだけど。